北村蔡は日本のイギリス文学者、教育者、批評家。キングスカレッジ、ロンドン PHD。専門はシェイクスピアや舞台芸術史、フェミニスト批評。ウィキペディアの執筆者、編集者で英日翻訳ウィキペディアン養成プロジェクトなどの活動がある。武蔵大学人文学部英語英米文化学科の講師、准教授。 表彰文化論学会の理事、企画委員長を歴任。著書に、シェイクスピア劇を楽しんだ女性たちや、お砂糖と、スパイスと爆発的な何かがあり、共感覚でも変調がある。1983年、北海道志別市に生まれる。父親は、道北日報社長を務めた、北村博史。祖父に、文学批評家で、 東北日報社元社長の北村淳二郎がいる。中学生の頃に、レオナルド・ディカプリオ主演のロミオ・ジュリエットの映画を見て、シェイクスピア作品に興味を持つ。北海道旭川東高等学校に進学し、部活扱いの図書院で3年間活動したという。高校生の時には、親戚が残した蔵書の第二の性を読むことに挑戦し、 嵐が丘を読んだ際には翻訳者の表に疑問を持ったと10回している。2001年には北海道新聞社の第39回有島青少年文芸小作品集にドライブ・マイ・カーク・レイジーが掲載されている。北村は東京大学に進学。学部時代は留学を目指してアルバイトをしていたという。2006年3月、 東京大学教養学部長域文化科学科表彰文化論卒業。2008年3月、東京大学大学院総合文化研究科長域文化科学専攻表彰文化論修士課程を修了し、修士を取得した。この間、河合翔一郎、高田康成の指導を受け、修士課程ではアントニーとクレオパトラを研究対象とする。 大学院時代の友人に森山至タ,タカがいる。2008年4月、日本学術振興会特別研究員として同博士課程に進学。エリザベス長及びジェームズ長の悲劇における女性の表彰を研究テーマとし、伝統的なクレオパトラ文学におけるシェイクスピア作品の位置づけを探るとともに、月経や妊娠がルネサンス時代のイギリスで、 どう表現されていたかについても調査した。また、クイア批評の観点から、ワ・川幸オ演出の、お気に召すまま,まについても掘り下げた。2009年10月より特別研究員を辞退し、東京大学大学院を休学してとえ、キングスカレッジ、ロンドン英文学科博士課程に入学する。ジェンダーとシェイクスピアの需要について、研究を深め、2013年4月に、 同カレッジに博士論文を提出して帰国。同年10月にはキングズカレッジロンドンで PhD を取得した。日本に帰国後は、お松堂書店古書事業部契約社員を務めつつ、慶応義塾大学文学部や東京大学教養学部で非常勤講師を担当する。2014年、武蔵大学人文学部英語英米文化学科の専任講師に着任。 同年、SNS を活用して、シェイクスピア作品の需要調査を実施。また、2015年10月からは、メッシーというウェブマガジンで連載を持つようになり、2016年には、北村が編集を務めた、共感覚に関する書籍が出版された。一方でウィキペディアで活動し、それを活用した授業も展開した。2017年、 武蔵大学人文学部英語英米文化学科、准教授に就任。2018年には、早稲田大学エクステンションセンターで講座、あなたがまだ知らないかもしれない、シェイクスピアの講師を務め、朝日新聞のシェイクスピアに関する連載にも協力。さらに、同年3月には、単調、シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち、近世の感激と読書が刊行され、 同著は翌2019年に表彰文化論学会の学会賞や奈良女子大学のアジアジェンダー文化学研究センターの女性史学賞も受賞した。2018年にはキャトリン・モランの女になる方法を翻訳、出版する。2019年にはメッシーやウェジーでの連載記事をもとにお砂糖とスパイスと爆発的な何か、 不真面目な批評家によるフェミニスト批評入門を出版。同書ではフェミニスト批評の観点からアナと雪の女王やファイトクラブバニシングポイントを批評しバーレスクについても論じた。また2019年には近世イングランド演劇の上演誌における男性美観の変遷というテーマで可見比に採択されている。写真は ニュージーランドのオークランドの街並みとハーバーブリッジ。北村は、キングスカレッジ、ロンドン時代に、オークランド市立図書館で、シェイクスピア全集のサードフォリオを調査し、当時の所有者の手紙を発見している。また、調査や学会発表の合間にハーバーブリッジで、バンジージャンプに挑戦したという。大学院では、女性が、どのように、シェイクスピア作品を受容してきたかについて、 研究を進め、イギリスやニュージーランドで800冊に及ぶ16世紀から18世紀のシェイクスピア文献を調査し、書き込みや手紙の分析を行った。2019年のインタビューでは年に260冊ほどの読書をこなし、年に100回映画館へ、年に100本の舞台を見に行くと語っている。大学のゼミでは演出家視点で作品を分析してもらうことがあるという。また、 時代のシレも生き延びた古典的な芝居には過去のことを描いているようでいて実は現在に通じるところがあると指摘し、シェイクスピア作品のビジネスとしての側面に分析を加えた。なお、生きた英語教育として文学の重要性を解き、Wikipedia の英語記事を日本語記事へ翻訳する授業も展開した。SNS でどのように シェイクスピア作品が受容されているかという研究も実施するとともに個人で ISBN を持ち個人出版ができる。ウィキペディアンが棚から一つ紙してみたら、北村は2010年から利用者名、サエボ棒でウィキペディアに参加し、編集者としての活動を始め、自身の授業で英日翻訳ウィキペディアン養成プロジェクトを毎年手がけている。 授業のみならず日本科学史学会大会では、ウィキペディア編集に関するパネルディスカッションを企画。2019年には TBS ラジオアフターシックスジャンクションや TBS テレビ系列松子の知らない世界にウィキペディアンとして出演し、同年9月28日に山田春道が実行委員として開催した大学におけるウィキペディアの利活用と課題では、 渡辺里氏赤月らと共に登壇した。また、アートフェミニズムでも講師を務めるなど、エディタソン活動も展開。女性の編集者が少ないこと、女性に関する記事が少ないことについて問題提起しており、2019年に日本で初めて開かれたウィキギャップにも協力した。2020年の情報科学技術協会の会始への寄稿や、 2021年3月22日の毎日新聞のインタビュー記事において、英語版ウィキペディアでキュリー夫人の単独記事がなかなかできなかったことなどの事例を紹介し、女性記事では特筆性が厳しく見られていると問題提起した。フェミニストのキャトリン・モラン。2011年に自伝エッセイ、How to be a woman を表した。北村は2013年に書評を書き、 2018年には、訳本を出版した。北村は、個人出版社として ISBN を取得しており、以下のように、表彰文化論学会や日本歴史学協会の取り組みを出版している。ありがとうございます。